お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はねこちらのキョスケロイジェイをね使っていこうかなと思います。で今ねキョスケが結構来てます。っていうのもエリゴレですね。はい、エリゴレチンパンがめちゃくちゃ増えたんだよ。まあ、僕もねクララリーグで2試合かな使いましたし、他の、プロのね試合でも使われてますし、グラチャレもこう12勝のね履歴とかも見ていくと、もう2、3回に1回ぐらいほぼエリゴレみたいな、エリゴレのポイズンであったり、エリゴレクエイクであったり、まあ、あのエリゴレヒーラーの、ベビドラとライドラの形を止めるっていうのがやっぱなかなか難しいんですよね。そうで、あれを止めるのに、まあ、基本的には、まあ、ロケットであったりだとか、ちょっと待って、やべ、なんもね、ロケットであったり、まあ、キョスケの爆破がね、ないとなかなか止まんないっていうので、今ね、キョスケの環境が若干来ているっていうわけで、この魚雷を使っていこうかなと思います。で、相手のデッキが、なんだ？ちょっと、細かいですね。で、相手のスケバレですね。まあ、環境スケバレが、まあ、流行っているんですが、まあ、そのスケバレに対してはウッドと、あとはエレキですね。はい、ウッドだけだとやっぱねスケルトンバレルのデッキは高回転なのが多いので、あーそれはちょっとうまいですね。え、羽羽デッキだこれ羽羽デッキですかね、これっぽいっすよね。羽羽デッキっぽいデッキ対羽羽デッキっぽいデッキ対決です。というわけで、まあ、スケバレにはねウッドがあるので、しっかりウッドでね対応で、2周目とか高回転目のスケバレが来たら、それにはねエレキでしっかり対応していければいいかなと思います。というわけで、相手はロイジェイスケバレ、多分ハネハネさんのデッキってこんなんですよね多分こんなんだと思うので、それ同じだとしたらロイジェイとかキョスケとかもあると思ったんですけど、ここは小物でしっかり押さえていきましょう。あーでちょっとダメージが痛いですが、まあこれカウンターにつながると思ってね、スケルトン部隊が多分、おエレキ、エレキ多分来ますね。どっかに、こっちか、よいしょ、いい感じのウッドを転がすが、あ待って、相手の防御うめえなこれ。エレキか。で僕200まで削られちゃったんで、一回攻めちゃいますか。一回攻めてこれで11にしちゃって、お相手も攻めてきますね。なかなか攻めっ気あふれるプレイヤーですね。まあ、これウッド打って残しますか。破裂ダメ2発っすね。110なんですよちょうど。これちょっと気分悪いですね。110ぴったりなんで、相手の落下を抑えないといけないんですよね僕は。そう、相手の落下を抑えるか、うん、よいしょ、あ、柳雨もあるんだ。柳雨ある、柳雨咲いたらこのスケが止まんない。オッケーオッケーオッケー。え待って、そのスケバレ咲いたら、あザップ柳雨なんだ。うわ、なんかすごいデッキっすねマジで。これで多分ここにスケルトン部隊が、おそっちに来たか、そっちに来たらまあいいや、踏んじゃって、よいしょ、頼むぞ頼むぞ。本音が、同じデッキ対決、同じデッキ対決。うわ、なんかすごい位置に出てきちゃった。相手さってあれだな、ねえな、ああいう系は、ああいう系はないっすね。エレキかなんか降ってくんのかな。降ってこない。 OK、 これは美味しくウッドで全部処理して、これはハードカウンターじゃないですかね。真ん中スケルトン部隊絶対来るので、これもね、タワー2というよりはスケルトン部隊を処理して、もう一発、あ待って、もう一発欲しい。待って、ミニペッカ回して、これミニペ出しとけばここにロイ来てもオッケーオッケー耐えれる。オブデー来た。でこれは多分ウッドいらないな、しっかり判断して、まあ、次のクエイクでも勝ちなので。オブデー、なんか同じような対決ですね。まあでもこれですかね。キョスケがちょっと流行ってるのはやっぱエリゴレが絶対多いので、まあ、そのエリゴリにね勝てるのがこう今ねキョスケの時代っていうのはあんまこう今までなかったんですけど、ちょっと面白い環境がまた来てますね。でクエイクがやっぱあれですね、ゴブリンの小屋が多いので、ゴブ小屋に対してまあ比較的刺さるかなと言ったところで、ビクターっていうのはこれ本物だったらあれですけどね、去年 OGN にいたプロ選手ですけど、どうだろう、蓋しちゃいますか。
バルキリーライドラだと。これライドラ特に出したらね、キョスケ結構刺さるので、バクアがね、入ればですが。さあ、このチェーンがちょっと痛いですね。これあれだな。ハネハネシステムですね。ここでロイジェ出すことによって、ユニットを止めて、この爆破でね、処理していきます。そして、いいですね。このベビーは2回受けつつ、ロケット奉仕で処理していければいいが、スキがちょっと早かったですね。これロケフォーバイバイでいいかな。いや、タワーに行くか。ん?おい、まあまあまあ。で、ゴレですね。はい、ゴレは、まあ、多分止まると思うんですけどね。後衛全部キョスケで、ボーン。で、その間にゴレを、まあ、ミニペイとエレキとかで溶かせば、正直余裕で止まると思います。オッケー。これミニペックがね、巻き込まれるのが嫌っすね。ちょっと。あとは、このゴレがなんか動かして、相手のライドラがキョスケの爆破に巻き込まれないのも嫌っすね。エレキが大事っすね。エレキをこう低めに出すのが、結構こう、大事になってきますね。うわぁ。ちょっと。うわ、最悪だ。あ、でも竹変わる。待って。ああ、今ロケット押しに打ったら、多分キングキルできてたんですけど。まあまあまあ。いや、なんか、思ったよりダメージ入っちゃいましたね。これ、なんか、すごい形っすね。いやー、これミスったな。これやばいっすね。めっちゃダメージいける。これ挟んじゃうか。いや、待って、なんでミニペック入ってんの?お互いちょっと、まあ、ぐだり気味というか、苦戦してますね、ユニットの処理に。これ、エレキでメガゴープレッシャー当てつつ、おぉ、なんかすごいな。ライドラがちょっとやだ。でもロケット方式が、めちゃくちゃ刺さりますね。うわ、なんか、ねえんだよな、受けが。危ねえ気をつけ間に合う。で、これまた相手、ミニペッカの受けが多分なくて、なかなか辛いやつだと思いますね。これも25秒なので、折りに行きたいと思います。折ってしまえば、多分時間切れで勝てそう。ぶっちゃけね。ぶっちゃけ時間切れで勝てそうなんですけど。よいしょ。防衛もね、しっかりしつつ。ああ、気をつけの爆破上がった。強い。で、あとはもうクエイクで削れると。クエイク結構削りスペルとしては優秀なんで、意外とね、最後の最後に削りきれないっていうこともないですね。なんで結構いいですね。なんか安定して、しかもスケとかがあるんで、ちょっとこう、回しやすくもなってますね。今日スケロイジェイが、こうやっぱ重たいユニット2枚あるので、その分ね、周りが結構回しやすくなってるので、結構おすすめかなと、思います。バーズライトイヤーさんよろしく。さあ、というわけで、まあやっていくんですけど、多分この動画が上がってる日か、まあ今日は、あれっすね、ポノス対ファブがあるので、夜6時かな。はい。ぜひお楽しみにしといてもらえるとね、いいかなと思います。まあ僕出てるかわかんないんですけど、ぜひね、応援お願いしますね。まあ両チーム、応援して、で、まあ僕はポノスなんで、ポノス応援していただけると、まあ嬉しいですが、よいしょ。おー、ラバクロー、ラバクローにはロケット押しが刺さりますね。さっ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 さ。これちょっと気持ちつけて、待って、ロケット押しいるよね。ビビった、ロケット押しなんか、タワーに隠れてて、なんか知らんけど死んだのか思いましたね。大体ラバクローか、ラバクロー、あれですね、ロケット押しめちゃくちゃ大事になってきますね。なんで、ここのホバとかも、喧嘩吹っかけるな、このロケホ。このロケ砲がほぼ全部防衛してくれると思ってやんないといけませんね。なんで、まあロケ砲大事なので単体で行かせたくはないですね。これ攻めちゃって、まあホバー今咲いてるもんな。なんだろう。コウモリ?低めコウモリってことかな。オッケー、かま、このロケット砲しなくなると、さては、パーティーされますね、これは。これパーティーされますね。ね、ロケット咲かない方が良かったですね、マジ。なんで咲いちゃったんだろう。まあ、低め歴で、ちょっと、これもう一個、処理しつつ、ちょっとあれですね、ロケ砲出します。これロケ砲がないと、何も守れません。これロケ砲が逆に強すぎるまである。やば、強すぎ。ロケ砲だけですごい守れる。いや、ワンチャン耐えれそうだったな。耐えないんかい。これなんかもったいないので、こっち攻めつつ、あれは正直攻める気ないですね。オッケーオッケー。
で、あ、スケルトン部隊咲いたら、コウモリか。うん、そうっすね。で、気持ちウッドで守って、あのホバがちょっと厄介ですが。で、このロケット投資、延命したいですね、ちょっと。キョスキーが欲しい。キョスキーが欲しい。あー、やばい。これやばい。あ、でも、まあまあ、落ち着け。よいしょ。これウッドで落ちるので、でミニペッカ、陸行きが今ないと思うんですね、結構。オッケー、とりあえずウッドで攻めて、お、クローン防衛でも爆破？オッケー。耐える。オッケーオッケー。1000まで行った。これもロイジャー行くのが正解でしょう。行けー！あとはとりあえず適当にクエイク打って、たまたま刺さるね、クエイクが。一応踏んで、もう一発来たー、ウッド圏内。あぶねー、これロケット欲しいとエレキしかやっぱ対空ないんで、ロケ砲ちょっと先すぎてたというか、まあいっぱい出すのはいいんですけど、結構ちょっともったいなく活躍する前に死んじゃってた時があったんでね、まあそこは辛いですが、結構ロケ砲エレキでなんとかなるもんですね。はい、という感じで、このデッキ結構強いと思いますね、マジで。環境にも悪くないと思いますし、デッキパワーもあると思うんで、しかも使いやすい。何も文句言うことないですね。はい。ぜひね、使ってみてください。というわけで、終わります。チャンネル登録も高評価もコメントもお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。